うちのおばあちゃん死にかけたのね、この前、ガチで。心不全で。もがき苦しんで、ああ、もうすぐ死ぬなっていう習慣があったんだけど、その時に、死ぬ直前に人が発する匂いっていうのがあって、海の匂いするんだよ。人間が死ぬ時って、海の匂いするのね、本当に。で、おばあちゃんから、プーン、あ、海じゃない、海の匂いね、シーね、オーシャンね、の匂いが本当にするのね。これ嘘じゃなく、本当にするの。死ぬ直前にの、あれ何の匂いかわかんないけど、本当にするんだよ。これ、で、みんなの、なんていうの、先生とか看護師さんとかに聞けば、わかる、あ、わかる、するするって絶対言うんだけど、その匂いがおばあちゃんの体からプーンって、発してきて、俺、ああと思って、おいおばあちゃんからもうすぐ死ぬ人の匂いがするからみんな、家族を呼んでって、なんか一人、なんかテンション上がってて、おばあちゃんもうすぐ死ぬ、これ俺わかるんだよ、これ、もうすぐ人が死ぬ時の匂いだから、早くみんな家族呼んでって、俺が、第一報を。いや、死臭じゃないんだよな。腐った匂いじゃなくて、死ぬ直前に、なんかいない、この中に。お医者さんとか看護師さん。この時間見てねえか。いるよね。あの匂いって何なの、ね、あの匂いって何なの本当に。ちょ、調べてみ、みんな。人が死ぬ時、スペース、匂い。塩の匂い、そうそうそう。塩の匂いなんだよ。塩の匂い。猫からその匂いしたことある。なんかだから臓器が、多分、あれなんだろうね。死んで、体のなんか、中から、いや、塩って言っても、女の子の塩、みたいな匂いもするんだよ。女の子の塩。船着き場の匂い、そう。絶対、じゃあ、あの匂いして、俺生きて帰ってきた人間一人も知らないの。うちのおばあちゃんが初めて覆したの。塩の匂いから、いやーもうこれ絶対人が死ぬ時の匂いだっていう匂いがしたのね。パーンつって、くっさくさい匂いがしたわけよ。で、俺やばい、おばあちゃん死ぬ。もうあと多分15分くらいで死ぬってなって、親戚一同バーって連絡して、30人くらい、呼んだわけよ。病院に。で、なんかもうすぐ、もう絶対死んじゃうからって話をした。4日後に退院してた。畑が心配だっつって。畑が心配だってなんかもう言うこと聞かなくなっちゃって。でもさすがにもう歩けないから、歩けないわけじゃん。いや死んでからじゃない、違うんだよ。やっぱりさ、生きてるところをさ、見なきゃ、やっぱ家族だから、生きてるところで一回会いたいじゃん。お前泣き殻と再会するのって一番悲しいんだよ。生きてるうちに一回さ、おばあちゃん今までありがとうねって言ったら言いたいわけじゃん。会いたいでしょ、みんなも。